じゃ、こんにちは。ドベルです。ドベルです。本日は、はい。何ですか。本日は、全アスリートに聞いてほしい。僕がですね経験した体験談を話していこうと思います。ドベル TV。僕が、中学校1年生の時ですね。怪我をしまして。まあ、その時に、感じたことで、救われた言葉っていうのがございまして、これは野球だけじゃなくて、全アスリートの人に聞いてもらいたい、話です、はい。自分が中学校1年生の時に、肘を壊しました。肘？はい、野球で、まあ、ピッチャーを最初はやってたんで、まあ、ちょっとボールの投げすぎでですね、病名としてが、離断性骨軟骨炎。離断性骨軟骨炎、難しい。はい、まあ、簡単に言うと、肘の関節の軟骨が壊死して腐ってしまったと。まあ、こうやってグリグリってなって、そこがダメになっちゃったんですね。で、まあ、もう本当に曲がらない、伸ばせない、もう痛くてどうしようもない状況で、館林にある、KU 病院っていうすごい有名なところ、プロ野球選手とかも、まあ、手術をしているところに、行きまして、まあ、そこの先生に、まあ、野球を続けるんだったらもう間違いなく手術、で野球を続けないにしても手術しないともう肘がもう曲げらんないし伸ばせないから、まあ、私生活にも支障出るよと。だからとにかく、まあ、どっちにしろ手術は受けろって言われたんですよ、はい。中学校1年生の時の僕、相当ショックでした。まあ確かに、はい。で、私生活ができなくなるから手術を受けろと。で、野球もリハビリの、まあ、結果次第で、まあ、どこまで戻れるかっていった話ですと。まあ、技術が発展してるんでね、まあ、手術の方はまあ問題ないんですけど、まあ、やっぱりそのどこまで戻れるかっていうのは、まあ、リハビリとか、まあ、それ次第ですし、まあ100% とはやっぱり言い切れないところがあるんで、まあ、正直言ってすごい不安でした。で、まあだからすごい悩みましたね、自分は野球を続けるかどうか。っていうより続けられるのかどうかもう分からなくて、すごい怖い、なっていうような感じでした。まあ、その中で、まあまあ、帰りの車の中で、まあ、本当にもう、まあ、正直言って泣いてました。もう野球続けられるのかなっていう、もうやめた方がいいのかなっていうか、もうやめようかなってぐらいまで思うぐらい、まあ、すごい追い詰められて怖かったし、泣いていて、まあ、その姿を見てた親父から言われた言葉っていうのが自分の中ではすごい響いていて、今でも鮮明に覚えてるんですけど、まあ、それにすごい救われたんですね。で、その言葉っていうのが、まずお前は野球が好きかって最初に聞かれたんですよ。で、まあ、やっぱり野球は好きだし、好きで始めてずっとやっていきたいって思ってたことだったんで、まあ、野球は好きだ、その気持ちに間違いはないかと、間違いはないだったら、好きだったら続けなさいと、好きだったらとことん野球をやりなさいと、どんな結果であっても野球を続けなさいと。ただそれに対して俺はお前を全力でどんな結果であろうとサポートしてやると。だから好きだったらもう野球をとにかく続けろと。もう諦めると言われまして、自分の中でその言葉はすっごい大きかったんですね。まあ、どんな結果であろうと自分の好きな野球を途中で投げ出すなと。ただ何があろうと、辛かろうと、何があろうと好きだったら続けろと。その代わりどんな結果であろうと俺は受け止めて、お前を全力でサポートしてやるよと言われまして、まあ、そこで
よし、野球を続けようっていう気持ちになりました。やっぱり好きっていう気持ちは強いよね。うん。でそれでまあ親父から全力でサポートしてやるっていう本当に心強い、うん、言葉をもらって僕は野球を続けることができました。うん、でその言葉があったからこそまあ野球が続けられて、でまあ野球で出会ったかけがえのない仲間っていうのはたくさんできました。だからその部分で言うとすごい親父に感謝していてサポートをしてくれて、まあ親父だけじゃなくてね、まあ仲間にも救われたし、まあいろんな人に支えられて、まあ野球を続けてこれた。でもあの時に好きだったらとことんやれとサポートしてやるからって言った言葉がなかったら多分自分野球やってなかったんで、まあ直人とも会うこともなかったですね。俺が中学校で高校で会ってたからね、うん、だから本当にその言葉に救われて、で今の自分があるなっていうふうにすごい感じてるんで、でなんで自分が全アスリートに伝えたいことっていうのは、やっぱり自分が本当の気持ちの中でそれが好きであれば絶対とことん向き合ってほしいなっていうのをまず伝えたい。これがまず一つと、あとはやっぱり周りを見れば絶対自分を全力でサポートしてくれる人っていうのは絶対いるんで、だからその人に、まあ、甘えるわけではないけれどもサポートしてくれる人がいるっていうのを感じながら、まあ、やるっていうのがすごい大事なことだなっていうふうに自分は思いました。はい、だからそういった人たちにも感謝は大事で、あとは本当に自分の気持ち、その好きかどうか、好きだから向き合えるといったところもあると思うんで、そういったところには本当に素直になってもらいたいなと自分は思いました。だからやはりこういうのも怪我してみて初めて気づくことだし、でやっぱり怪我してみて、まあ、初めてその野球が本当に好きだったんだなっていうのを自分に気づかされた部分があるんで、まあそういった経験がない人でももう一回自分に向き合って、その、まあ、スポーツが好きだ、そういった気持ちを思い出しながら、やってほしいなっていう思います。こういった経験がないとなかなか忘れがちなところだと思うんで、ぜひ全アスリートの皆さん、その気持ちを思いながらですね、スポーツに向き合ってもらいたいなと思います。はい、はい、まあでもそんな感じで自分が本当に伝えたいのは、自分の気持ちに素直になって好きっていう気持ちを思い出しながらスポーツに取り組んでほしいなっていうのと、周りを見れば絶対にサポートしてくれる、支えてくれる存在っていうのがいるんで、そういった人を大事にしてほしいな、そういうことをちょっと伝えたいなと思いまして、はい、はい、ちょっとこの動画で語らせていただきました。ドーベル TV。 じゃあこんなところで、今回の動画は終わりにしたいと思います。はい、はい、このチャンネル、いやこの話がいいと思いましたら、ぜひともチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。